自然療法チャンネルブナの森です先週100キ,ロ100キロローラーラ無事終わりましたまだネットにつながってない状態で、えー、いつもだったらローラーこぎながらアマゾンプライムを見てたんですけど、えー、ネットにつながってなかったので、あのー、どうやって4時間暇をつぶしながら1 0 0キロローラーこぐかっていうのが課題でした。 まあ結局はその撮りためてたビデオを見,れ見て4時間あっという間だったんですけれどまずその景色が変わらないのであの実装、外を走るのと比べてその飽きるんじゃないかっていう懸念があったのとやっぱりずっとあの同じところにとどまってその。 100キロ、まあ、4時間ずっとこぎ続けるっていうのは苦痛ですからそれに耐えられるかどうかっていうのが一番のその課題だったんですけど、えー、まあ休み休みでしたけど、あのー、体調が悪い中1 0 0無事こぐことができました次の目標って言ったら2 0 0キロとかっていう、まあ、数字的に言えば、あのー、次2 0 0ロを目指したいと思いますで私があの所属させていただいてます、えー、ロードバイクのチーム 芝、えー、刈貴族クラブさんですねこれはツイッターの方で、えー、お誘いいただいて、えー、ネット上の、まあ、実装なんかもやってますけどそのネット上の、えー、クラブロードバイクチームだそうですまだ私はお仲間に混ぜていただいたばっかりなのでよくあの活動内容とかあのメンバーの方とも、えー、お一人ともお人とも えー、誰ともお会いしてないので、あのー、まだちょっとどういう、えー、クラブなのかあの実のところわからないんですけど、えー、仲良くさせていただいてますツイッター上でいろいろ関わらせていただいてて ZIFT、えー、なんかを漕いでそのストラバにあ,あ,が、あのー、あげるとですねみんなであのグッドボタンいいねとか入れてくれますんで。 まあそれだけでなんかモチベーションが上がりますし嬉しいですね。まあそういう関係、まあ、たったそれだけのことなんですけどあの芝、ー、刈貴族クラブさんの、えー、仲間に入れさせていただいてます。でそのクラブの、まあ、習慣のその、えー、走行距離なんかが総走,走行距離だとかと獲得標高なんかがえー あのランキングで出るんですけど皆さん、えー、1週間で350とか400ぐらいこぐんですねあのーまあ、標高も獲得標高もすごくあのすごいんですね私なんかあの先週160キロ170キロぐらいだったんですけど、えー、9位とか、まあ、そんなもんです。もう1位の方 1> もう倍2分の1位の方は倍以上あの漕いでらっしゃるんで本当に皆さんすごいなってそこを目標にしていきたいなってえ新しいその目標ができましたなので2 0 0キロローラーなんていうのは本当にまあそういった方たちから見たらあの通過点というかそんなの普通だよっていうぐらいのレベルだと思うんですねですから100キロローラーラな,なんていうのも まあ本当に普通のことだと思うんです。あの、まあ、そういうふうに100キロローラーが普通だよって言えるレベルに、えー、今はなりたいなっていうのが次の目標です。まあ、よかったらあの、この続きも動画をアップしていきますのでよろしくお願いします。以上です。